遠慮なく頼ってくれて構わないよ。超次次元ゲーム、ネプテューヌリバース2。今ならサービスで一曲歌っちゃうよ。ひょっ、えい、私ひょっ、わた、少しくらいは、っいどむ、たまにはこういうパーティーも悪くないと思うわ。僕の歌を世界中に響かせるよ。今ならサービスで一曲歌っちゃうよ。女神様は私のみんなが一緒なら心強いかも。皆さん一気に行くよ。やっと、ぴょーん、遠慮なく頼ってくれて構わ、私の番ね。を聞かせてあげる。僕の歌を。焦らずに行こう。剣も。来た。私の番。やっと回ってきた。終焉。焦らずに行こう。この器も、もう終わりか。また。二人ともお行儀よくするんですよ。今日は新しい女神様のお披露目なんですからね。分かってるわよ。
邪魔します。どれにしようかな。どうしたの？一人でルウィに来るなんて。あ、ブランさん、こんにちは。久しぶりにお休みをもらったんで、ブランさんやラムちゃん、タラムちゃんにも会いたかったですし。そういうことなら、ゆっくりしていくといいわ。はい、ありがとうございます。お、ネプギオ、何を遊びに来てたの？ネプギオちゃん、一緒に遊ぼう。こんにちは、久しぶりだね。ネプギアは読書をしに来たのだから。へえ、じゃあ私も一緒に本読む。それならいいでしょ。面白い絵本いっぱいあるよ。うん、じゃあ今日はみんなで一緒に読書だね。騒がないようにね。で、なぜこんな体勢になってるのかしら。だってブランさん、柔らかくて気持ちいいですし、お姉ちゃん、あったかいし。いい匂い。ものすごく本が読みづらいんだけど。ネプギアは何の本読んでるの？機械の歴史の本だよ。ラステーションの学者さんが書いた本で。ネプギアちゃん、この絵本読んで。聞いているの？邪魔だから離れてほしいんだけど。離れなきゃダメですか？やだ、お姉ちゃんとネプギアと一緒に本読むの。じおとなしくしてる分いつもよりマシと思うことにしようかしら。まさか二人でも手を焼いていたのに三人も面倒を見ることになるなんて。そんな本つまらないわよ。ほら、ここには私たちが集めた漫画もあるのよ。あ、ちょっと待ってね、ロムちゃんに絵本読んであげてから見るから。ワクワク。まあ、こういうのも悪くない。超次次元ゲーム、ネプテューニュ、リバース注入。遠慮なく頼ってくれて構わないよ。あなたに任せるわ。悪いけど、本気で行きます。過ごすことはできないな。私の番ね。どの歌が聞きたい？焦らずに行こう。焦らずに行こう。よっ、やっと回ってきたのね。私の番ですね。聞かせてあげる、僕の歌。私の番ね。こんな攻撃も避けられないな。これ。僕だって戦えるんだ。私の番ね。どの歌が聞きたい？私の番だ。このターンで決めるわ。どの歌が聞きたい？私の番ね。任せてください。焦らずに行こう。楽勝。どの歌が聞きたい？私の番ね。私たち私の番ですね。お前、このターンで決めるわ。弱いわ。聞かせてあげる、僕の歌を。焦らずに行こう。僕の番だね。さて、誰にしようか。やっと回ってきたのね。来た。
神様は私の番です。僕が守るんだ。誰も私の番ね。夫の番ね。さて誰にしようか。聞かせてあげる。僕の歌を。私の番だ。私の番ね。弱いわ。私の番。この戦い絶対負けられません。このターンで決めるわ。どんな攻撃も避けられないの。さて誰にしようか。やめて。さて誰にし。私の番ね。こんな攻撃も避けられない。やっと回ってきた。私の剣から生きていきます。生きて帰れると思わないでよ。やっと回ってきたのね。どの歌が聞きたい。私の番だ。やめてください。どの歌が聞きたい。焦らずに行こう。私の番ね。弱いわ。私の番。このターン私にも。私僕の番だね。さて誰にしようか。こんな攻撃このターンで決めるわ。任せてください。聞かせてあげる。僕の歌を。まだ戦うつもりですか。この思いみんなのために。私の番だ。弱い。このターンで決めるわ。私の番です。私に力を貸して。やっと回ってきたのね。僕の番だね。焦らずに行こう。やめてください。どの音が聞きたい。これがファイナルステージ。さて誰にしようか。このターンで決め。次は誰かしら。攻撃。本気の弾幕を見せてあげる。僕の番だね。私の番だ。本気でいきます。聞かせてあげる。僕の歌を。戦うつもりですか。ガクオスフォルツアンド。さて誰にしようか。次は誰。やっと回ってきたのね。本気でいきます。邪魔。このターンで決めるわ。まだ戦うつもりですか。悪いけど本気でいきます。見過ごすことはできないな。私の番ね。僕の番だね。私の番だ。聞かせてあげる。僕の歌を。この思いみんなのために。さて誰にしようか。悪い。私の番ね。こんな攻撃。